This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は5月26日木曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。財務大臣がサウジアラビア訪問は成功裏に終わったと評価しました。スリン病院で癌治療用の新しいリニアックが導入されました。政府は来月、大麻取締法を正式に緩和する方針です。第一四半期の失業率が 1.53% に低下しています。それではまず、初めのニュースです。外務大臣がサウジアラビア訪問は成功裏に終わったと評価しました。ドン副首相兼外務大臣は、18日までの日程で、官民の代表を率いてサウジアラビアを公式訪問し、サウジアラビアとの話し合いは成功だったと明言しました。ドン外務大臣は帰国後の記者団とのインタビューの席で、サウジアラビアへの公式訪問はタイが強力で信頼できる同盟国であり、経済的パートナーであることを湾岸諸国に示すことができ成功だったとの考えを示しました。また肥料不足の問題に関してサウジアラビアの高官と会談し、サウジアラビアがこの問題の解決に協力することを約束したと述べました。今年1月のプライト首相のサウジアラビア公式訪問において、タイとサウジアラビアの関係修復が合意されたことに伴い、2国間関係の改善が期待されています。ドン外務大臣は、タイはロシア軍のウクライナ侵攻で肥料の入手が難しくなる恐れがあるため、サウジアラビアから肥料を輸入することを計画していることを明らかにしました。タイ政府によりますと、タイでは農業に肥料が年間500万トン余り使われていますが、国産肥料で賄えるのはそのうちの 8% 程度に過ぎず、残りは中東、中国、カナダ、ロシアなどから輸入しています。複数の国がサウジアラビアから肥料を輸入しようとしていますが、ドン外務大臣は、サウジアラビアはタイに優先的に肥料を提供しようとしていると説明しています。またドン外務大臣は、今回の訪問では優秀な専門家や政府関係者がサウジアラビアの政府関係者や投資家と2国間の協力や貿易、投資の強化について議論したと述べています。ドン外務大臣によりますと、2国間の関係改善でサウジアラビア側が20万件に及ぶ就職口をタイ人に提示することも期待されています。次のニュースです。スリン病院でがん治療用の新しいリニアックが導入されました。東部スリン県のスリン病院は、タイ及びアジア太平洋地域の病院として初めてハーモニーリニアックに投資し、がん治療用の新しい医療用リニアックを導入しました。リニアックは直線加速器と呼ばれ、高圧の電磁場で電子線と電子線を金属に当てることで数種類の X 線を発生し、放射線を使ってがんなどの治療を行っていくものです。ハーモニーはリニアックの中でも生産性、精度、汎用性が最適なバランスを持っています。放射線治療に対する需要の高まりに対応することを目的として、リニアックのハーモニーを導入し、臨床医は乳がん、肺がん、
骨盤がん、頭頸部がんの治療に様々な最先端技術を用いることができるようになると期待しています。ハーモニーは包括的な機能に加えて他のリニアックよりも治療期間が 25% 短く、設置面積も 30% 小さいとしています。ハーモニーは発展途上国と放射線治療がすでに確立されている市場の両方にとって精密で多用途なシステムだと評価されています。スリン病院のチュムヌム院長は、スリン病院では放射線治療を受ける患者の数が日々増加しており、新しいリニアックの導入で回復の可能性が高まると期待を述べています。次のニュースです。政府は来月、大麻取締法を正式に緩和する方針です。保健省は来月、大麻とヘンプを第5種麻薬リストから正式に除外する予定です。食品医薬品局のウィシット副事務局長は、保健省の発表で6月9日の発行で、一般市民が個人での使用目的で、これらの植物を自由に栽培できるようになると述べました。アルティ保健大臣によりますと、6月9日から大麻が麻薬リストから除外されるため、その時点で大麻法が制定されていなくても家庭で大麻を栽培することが可能になるとしています。また大麻の栽培を合法化するという保健省の方針は、純粋に国民の健康促進を目的としたもので、過剰に大麻を摂取して健康を害するようなことがあれば公衆衛生に関する規則に違反することになります。麻薬リストから除外される大麻は、大麻成分テトラヒドロカンナビノールの重量含有率が 0.2% を超えない大麻抽出物となっています。 0.2% を超える抽出物は依然として第5種麻薬として分類され、麻薬取締法が適用されると警告しています。保健省では6月9日に100万株の大麻株を大臣に配布すると発表しており、大麻やヘンプの栽培を希望する人は食品医薬品局の携帯アプリを通じて登録する必要があり、商業目的でこれらの植物を栽培しようとする人は別途当局に届け出る必要があると注意を呼びかけています。またウィシット副事務局長によりますと、6月9日以降、大麻の種子やその他の植物の部分の輸入も他の植物の種子と同様に規制されることになります。大麻関連の商品は商品の種類によって規制が異なります。食品医薬品局は、大麻エキスを輸入する業者へは大麻や麻のエキスを含む他のハーブ製品を許可・規制するための追加法改正も進めています。次のニュースです。第一四半期の失業率が 1.53% に低下しています。政府のシンクタンク国家経済社会開発評議会は5月23日今年第一四半期の失業率が 1.53% に低下し、昨年の第四四半期の 1.64%、 昨年の第三四半期の 2.25% に比べて改善したと発表しました。今年の第一四半期の失業率は、コロナ禍がタイ経済に打撃を与える前の2020年第一四半期の 1.03% に次ぐ低さであり、コロナ禍からタイ経済が徐々に回復しつつあることを示しています。一方、ロシアがタイとの貿易拡大に前向きな姿勢を示しています。ジュリン副首相兼商務大臣によりますと、先にバンコクで開かれたアジア太平洋経済協力の閣僚会議に出席したロシアの経済開発貿易大臣は、ロシアがタイとの二国間貿易を年間100億ドルに拡大することを強く望んでいると明らかにしました。またロシアはタイへの投資にも強い意欲を示しています。タイとロシアの二国間貿易は昨年が27億ドル。ロシアはタイの貿易相手国としては貿易額で第30位となっています。昨年のタイの対ロシア輸出は10億2000万ドルで、前の年を 41% 上回っています。
それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。外務大臣がサウジアラビア訪問は成功裏に終わったと評価しました。スリン病院でがん治療用の新しいリニアックが導入されました。政府は来月大麻取締法を正式に緩和する方針です。第一四半期の失業率が 1.53% に低下しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.